ソーラリア峡谷に大魔王マデサゴーラの居城が現れたのよ。トーマによって神の秘跡が壊されたことで、大魔王の目論みである世界の侵食がついに始まってしまったわけだが、こう考えることもできる。大魔王自らこちらの世界に現れたのならば、今こそ奴を倒す好機であると。ですが、大魔王の居城を守る結界は私の力では破ることはできませんでした。勇者の力をもってしても破れぬ結界か。覇者の秘技も全て覚え、盟友の協力もあります。それでも力が及ばないなんて。アンルシア、そなたにはまだ一つだけ勇者として欠けているものがある。ペガサスの存在だ。ペガサス、先代の勇者様と共に悪しき者と戦ったと伝説に出てくる空を駆ける天魔のことですか？伝説によれば、かつてペガサスは悪しき者の作りし結界を破り、勇者を勝利へ導いたとある。ペガサスの力が借りられれば、大魔王の居城の結界を破れるかもしれん。しかし、ペガサスが本当に存在するのか、存在したとして今どこにいるのかは私にもわからない。英知の冠の力を今一度結集し、ペガサスの所在を突き止めてみよう。すまないのだが、魔幻宮殿の結界の調査は暗礁に乗り上げているのだ。というのも、大魔王マデサゴーラの居城である魔幻宮殿の結界を突破するための鍵となる伝説の天魔ペガサス、今そのペガサスの所在について英知の冠の賢者たちと調べているのだが、一つ困ったことがあってな。彼らが見つけてきたこの古文書によると、ペガサスは先代勇者と共に死力を尽くし、かつての大魔王を討伐したと記されている。そしてペガサスはその傷を癒すため、エテーネの島と呼ばれる場所で眠りについたというのだが。エテーネですって？それはつまり彼の、冥王に滅ぼされたという。本来の故郷か。皮肉すぎる話だぜ。ネルゲルによる封印以来、エテーネの島は周辺の海が荒れ、いかなる船を持ってしても近づくことができないのだ。海を渡っていく以外にエテーネの島へたどり着く手段があれば、希望も見えてこようが、今のままでは。お困りのようですね。そなたは確か、アンルシアがこちらの世界に戻ったとき共にいた。お初にお目にかかります、賢者ルシェンナ様。私はクローズ、しがない旅人です。そなたがクローズか、話は聞いている。姫が偽のレンダーシアより戻ってくる際、いろいろと手を貸してくれたと昔話に興味はありませんね。今日はあなた方にお渡ししたいものがあってきました。エテーネの島に渡る方法を一つ私は知っています。これを。これは何だ？このグランゼドーラの南東の地、ドラクロン山地という場所に飛竜の巣があるのをご存知でしょうか？飛竜？まさかこれは竜笛か？ご明察、さすがは賢者ルシェンダ様。私の解説など不要でしたが、あとは煮るなり焼くなりご自由に。それでは私はこれで。待て、そなたこれをどこで？怪しい。竜笛か、
まさかこの目で見ることも叶うとはな。竜笛とは、人を乗せ大空を舞う飛竜を操るために作り出された神秘の楽器だが、太古の昔、アストルティアにまだ竜族という種族がいた時代、竜笛を作る技術は彼らの存在とともに失われてしまったと聞く。その楽器をいともたやすく我らに与えたあのクローズという若者、あの者はまさか本物ならです。あの者、信用できるのでしょうか。まあよい、ともかくか細いながらも希望の明かりが灯ったのだ。飛竜を得られれば、空からエテーネの島にたどり着けよう。この竜笛をそなたに預ける。この笛を用いて本当に飛竜を手なずけられるか確かめてきてくれ。クローズを疑うわけではないが、何せ太古の昔の話だからな。どのような結果になるかわからぬが、やってくれるか。今はそれしかたどる道がないわけだよな。わしならとりあえず行ってみますけどね。素敵なガラクタは待ってるだけじゃ手に入らねえってもんですよ。行きましょう。そこに少しでも可能性があるなら。うん、飛竜の巣があるドラクロン山地はグランゼドーラ領から行けるロボス高地のさらに南だ。門を開けるよう手配しておこう。まずはドラクロン山地に向かい、何とかして飛竜を手なずける方法の手がかりを見つけ出してくれ。ではこの竜笛をそなたに託そう。頼んだぞ。崩します。
拙い笛の音を響かせるのは何者だ。久しぶりに竜笛の音を聞いたが、あまりにひどい音色。どんなものが吹いたのかと思って見に来てみれば、まさか人間とはな。下等種族の人間風情が飛竜を従いようとは片腹痛い。誇り高き飛竜が従うは選ばれし民、竜族のみ。恥知らずに飛竜の峰に足を踏み入れた己の愚かさを呪うがいい。ち、いちいち物言いがムカつくやつだぜ。行け、飛竜どもよ。勝利を手に、せーの。
わなくその力、貴様ただの人間ではないな。面白い、気が変わったわ。貴様に飛竜を与えてやるとしよう。とはいえ、その拙い笛の音では成長した飛竜を従えることなど到底かなわぬであろうな。生まれたばかりの純粋無垢な飛竜であれば、貴様のその拙い笛の音色にも応え、言うことを聞いてくれるかもしれん。山のふもとに住む竜森のもとへ行け。いいものを届けておいてやる。二度とこの地で竜笛を吹いてくれるなよ。貴様の笛の音はあまりに耳障りだ。さっきな、真っ白くてでっかい竜が山のふもとに降りてきなすってよ。ワスの小屋の前にこいつを置いてったのよ。あんな立派な竜を見たの初めてでさ。あれはきっと竜の王様に違えねえ。しかし何だってワスの小屋に卵なんか。ってこの卵はおめえさんのだって。おうほう、そんなことが。飛竜の峰で竜笛を吹いたら、あの竜の王様がお目見えしたとな。それで純粋無垢な飛竜をくれると言って来てみたら、この卵があったと。こりゃとんでもねえことだぞ。竜が卵をくれるなんて前代未聞だ。しかもあんな神々しい竜の王様がな。何はともあれ、そういうことなら卵を返す方法をちゃんと思い出さねえといけねえ。
ちょっと待っててくんろ。今全身全霊で知恵振り絞って思い出してみるからよ。飛竜の卵を返すには、あ、そうだ、思い出しただ。飛竜の卵には龍炎石だ。いいか、わしら龍盛は飛竜の卵を返すとき、龍炎石って石を使ってただよ。龍炎石はその名の通り龍の炎を宿す石。飛竜の炎を浴びた山の岩肌が崩れ落ちたもので、ドラクロン山地の中で拾えるんでさ。ただ龍炎石は一個じゃ足りませんでの。ドラクロン山地のキラキラしてるとこを調べて、龍炎石を5個手に入れてきておくんなせ。わすは外で待っとりますからな。龍炎石が5個集まったら、またわすに話しかけてくだせよ。飛竜は気性の荒い生き物。同じ飛竜同士で喧嘩することも多いでな。よう炎を吐いて相手をビビらすんじゃ。龍炎石はその炎を何十年も何百年も浴びて熱を蓄えできた石。その独特の熱さが中の子供に母竜を思い出させるんでさ。だが龍炎石の凄さはそれだけじゃねえ。この石で温められた卵はみるみる成長し、中の飛竜はどんどん大きくなる。って言ってるそばから来よる、来よるぞい。おめえさんの飛竜の卵が帰りますぞ。として認めてくれたようですな。これがおめえさんの飛竜ですぞ。これは意外とかわいい。こいつも大きくなったら憎たらしいポンコツになるんですかね。龍炎石で生まれた飛竜はすぐに人を乗せて飛べるそうですからな。今すぐおめえさんを空に運んでくれますぞ。だどもその前にこの飛竜に名前をつけてやらんといけませんの。イケてる名前をつけてやってくだせよ。おそばゆくっていい名前ですの。おめえさん
名付けのセンスがありますな。聞いたか？今日からのおめえさんの名じゃぞ。生まれていきなりあのように空を舞うとは、なんと元気のいい飛竜の子ですじゃ。さて、ここからが本番ですぞ。まあ、習うより慣れろと言いますからな。まずは竜笛を使ってみるのが一番ですな。竜笛を吹けば、ちゃんとこの子はおめえさんのとこに来るはずですからの。自信を持って吹いてみておくんなせ。それから竜森に伝わる技は、卵を返す方法以外にもまだまだありますでな。頑張って思い出しとくんで、しばらくしてこの子を乗りこなせるようになったら、またわしのところに戻ってきてくだせよ。んだば、大事なものから竜笛を使ってこの子を呼んでみてくだせ。わしはこの辺で見守っておりますぞ。Thank you.